ディーゼルなんでトルクありますね。トルクある。いい感じじゃない？あ、中かっこいい。続いてのコーナーは竹岡系の注目の一台のコーナーでございます。はい、今回は、はい、今回はですね、プジョーのリフターのロングをご紹介したいと思います。今話題じゃないですか。テリーさん結構好きなやつですよ。大好きですよ、私。そうですよね。これ、キャンプとか行きたいですよ。そうそうそう、はい。というわけでですね、サンオータスプジョー相模原店の村瀬博明さんに詳しいお話を聞いていきましょう。村瀬さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ましたよね、ありがとうございます。これちょっとプジョーのリフターっていうね、うん、ショートホイールベースって言われる、うん、2列シートのがあるんですけど、うん、それのね、これロングホイールベースタイプのね、3列シートのが来たんですよ。あ、いよいよ来ましたか。はい、へえ、3列。そうなんです。これあれですよね、なんか本国なんかのすごくなんか人気でね。そうですね。今この手、ね、手って言うんですか、この手のものってすごく日本でもね売れてますね。ちょっと教えてください。はい、で全長が4m78cm、 幅が185、すごくあのサイズ的にはですね、あの一番売れておるワゴンタイプ、はい、で、今燃料がこれ軽油のワゴンなんですね。ディーゼルですね、はい、で今国内で売っておる新車で軽油の車っていうとこれと三菱さんとメルセデスさんぐらいしかないんですね。あの私どもの方ではこのロングが出てからすごくお問い合わせが多くて、で7人乗りのシートで、一番サードシートが外れるタイプですね。これ商用車がねベースなんですよ、実は。あ、そう。はい、でインテリアが面白くって、はい、ちょっとね見ていただけるといいかな。あ、中かっこいい。はい、すごい。ありがとうございます。アイコックピットっていうね、プジョーのハンドルちっちゃくてメーター上から見るタイプの、うんうん、はい、あ、なるほど。ちょっといいですか、座って僕、うん、この手はね、へ、あ、いい、いい、すごくいい。あ、そう。ああ、ちょっと土屋さん、はいはい、今もうステアリングでしょ、今のね、はいはい、ケチが言ったみたいに、はい、ステアリングの上に全部が来るから見やすいね。うん、見やすいですよね。ああ、はい、ほんとだ。で、ね、テリーさん、上にも物入れすごい大きいんですよ。あ、こういうのってヨーロッパの車多いですよね。そうなんですよね。あ、ここもそうだ。そうそうそう、物入れね。で、サンバイザーを下ろすと穴が開いてて、置き忘れもちゃんとチェックできる。ああ、これ、ね、はい、その風になってます。ああ、面白いな。で、面白いのは、うん、これ、3列目シートがね、2つしかないんですよ。普通日本のやつって2列、3列、3列、3人掛けでしょ。うで、ね、うんうん、最後がね、2人掛けなの。ちょっと外から見た方が分かりやすいかな。いや、でもこのぐらいの方がいいよね。はい、3列目さ、そうだ、ここがね、キャプテンシートなんですよ。ああ、これいい。じゃあ3列目ってちょっとさ、なんかちょっとね、閉鎖感あるじゃないですか。あ、そうですね。それあんまりなんかきつくしちゃうと、なんか押し込まれた感じがしますよね、山下さんね。そうですね、うん。あとはこれバックドアのガラスだけが開いたりするんですよ。あ、そっかそっか。あ、これね、はい、あ、じゃあピックアップみたいな感じだ、うん、これって取り外しができるってことですか。取り外しができちゃいます。あ、畳み上げたりとかっていうタイプではないですね、うんうん。背もたれは倒れるけど、前に倒れる。そうですよね、はい、面白い。これ背もたれね、これ倒して2列目倒して助手席も倒すと2m40でしたっけ。あ、ありがとうございます、ね、すごい長いんですよね。ちょっとやってみてもらえますか。シートアレンジ楽しみですよね、うん。これは面白いですね、なかなか。で、取り外しもできるし。そうですね、これで外してしまえば2m になります。あ、これね、うん、はい、これ外すと本当にフルフラットになるね。そうですね。だからここにあれですね、ちょっと1枚なんかね、うん、あのウレタンマットみたいなの入れていただいて、うん、中で車中泊とか楽しまれる。そういうウレタンマットっていうのは売ってるんですか。はい、純正ではないんです。純正ではない、はい、うん。助手席も倒れると。ありがとうございます、ね、すごい長いですよね。広い。これ助手席も前倒しできるんで、もっと長いです。これはよく考えてる。ありがとうございます。で、これ取っ払えば、うん、これ家置いてきちゃってさ、うん、キャンプセットここに積んで、うん、っていう感じだよね。十分ですね、うん、もう日本一周できるし、ディーゼルだから安いしね。そうですね、50リッタータンクなので、うん、通常、まあ、ヨーロッパ車ハイオクが多いんですけど、1回の給油で2000円ぐらいの差が出て、2000円から3000円ぐらい。そうですよね、そうですね、今ね、やっぱりどうしてもね、値段高いからね、ガソリン車落としてますからね。あとね、じゃあちょっとテリーさん一回閉めてもいいですか、はい、これガラスハーチだけちょっと開けてもらっていいですか、村瀬さん。はい、ここだけ開くやつってワンちゃん乗せるのにいいんですって。飛び出さないから。あ、そういうことね。そう、うん、あ、これ便利便利。そう、ワンちゃん好き多いじゃないですか今ね、うんうん。あ、これ便利。色は何種類ぐらいあるんですか。3色ですね。これと白と、ブルーと、うん、あとグレーです、ね。グレー、うん。
これいいね、この窓。ああいいですね、うんうん、サーキットなんかでお休みにも使えるんじゃないですか。ちょっとやっ、ね、全然使えるよ、ね、寝たりとか、うん、全然使える、ね、こういうの家であると便利だよな、うん、でディーゼルってのが嬉しいな。そうですね、ガソリン高いからね。この中自動式ですか、うん、これ試乗できるんですか。あ、どうぞどうぞ。あ、じゃあちょっと乗せてもらっちゃいますか。テリーさん、俺ダイヤル式ですよ、これシフト。ほら、あ、本当だ、くるくるっと。じゃあ行きますね。面白い、面白いですね。おー、やっぱディーゼルなんでトルクありますね。トルクある、いい感じじゃないね。うん、なんかこれ閉めちゃえばそんなにディーゼルみたいな音しないですよね、うん、どうですか土屋さん、後ろどうですか、乗り心地。後ろ乗り心地は悪くないですよ。悪くない、うん、ただやっぱりシートポジションが倒れないのがきついかな。あ、それ背もたれリクライニングしないんですね。しない。あら、じゃあ結構立ってる。立ってるね。日本人と決定的に違うのは、はい、やっぱりね、向こうの人は姿勢がいい。あ日本人はやっぱ車に乗った時に楽しようとするじゃん、うん、そうですね、ついついね。で向こうの人は車乗ってても姿勢がいいよね。でも静かですね、やっぱり本当にこのディーゼル、びっくりするぐらい。え、これワンタンクで1000キロぐらいいっちゃいます。そうですね、 JCO でリッター22とかですね。走りもなんか結構トルクあるから力強いね。そう、楽ですよ、すごい。これ多分ロングドライブめちゃめちゃ楽だと思います。ウィンカーの音がフランス車独特ですね、やっぱりね、可愛らしい。ホーンもそうでしょ。ああ、確かにそうだ。ホーンも、うん、日本車ほど高くないよね。うん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 、ふんって音でしょうね、なんかね。まあ、国の文化が違うから、おしゃれでいいよね。プジョーはパリなので、本拠地が。ケイちゃんは運転うまいね。いや、そんなことないですよ。いや、土屋さんがいる前で恥ずかしいったらあるしない。まあ、それのおばちゃんよりはうまいかもしれません。うまいね、はい、そりゃそうだ。これは今輸入車って結構納車時間かかるの多いって言いますけど、どうなんですか。比較的この車に関してはお待ちいただかなくても大丈夫、どうですか。早ければ3ヶ月ぐらい。3ヶ月ぐらい、じゃあ今からだったら夏になんとか間に合いそうですね。そうですね。なるほど。ショートホイールベースとロングホイールベースと、まあ、こっち寝てたら間もないんであれですけど、はい、どちらが人気が高いとか。正直お問い合わせはこちらの方が、ロングの方が。そうなんだ。あ、そうなんだ。やっぱり需要はありますね。そうなんだ。やっぱこれ乗るって人はやっぱ、ね、荷物を積んだりさ。そうですね。まあ、今までこの商用の箱型ってカングーのね、ルノーカングーのもう一人相撲だったんですけど、うん、まあこういったプジョーリフターでシトロエンのベルランゴ兄弟車種ですけど出てきて、今ちょっとね活気づいてるんですね。いいですよね、うん、さあ土屋さん、はい、どうでした。いや2列目は姿勢よく乗れましたよ、はい、ちょっとかな、あ大きな人にはちょっと厳しいかな。まあずっと同じ姿勢ですからね、うんうん、はい、あとはこうドア閉めるとき、あ、これね、パードアじゃないからね、はい、そこぐらいかな。まあ、商用なんでね、そこはね、そうだよね、商用車だから。そうだよね、うん、でもなんかこういう車乗ってるライフスタイルっていうの、はい、でこれ家族でさ、うん、いるっていうのが、ええ、なんかかっこいいよね。まあ、確かにあの、ね、ちょっと人とは違うミニバン欲しいみたいな方にはぴったり。そうそう。これおいくらですか、ズバリ。455万車体です、ね、うん、うん、ですのお乗り出しで500万ちょっと。500万、なるほど、はい、で、村瀬さんに言うと、はい、あ、それはもう、はい、ね、そういうのあるんですね、やっぱり。あるんだ。もう村瀬さんの今ね、それはもうってね、あ、それはもう乗り出し500万だけどね、ちょっと目をね、ちょっと20秒ぐらい見つめるとね、はい、なるほどね。そうなんですよね、まあ、多少ね、ぜひ皆さんね、はい、乗ってもらいたいと思います、ね、はい、はい。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。
車の競技カスタムチューニング新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。